2040年度のエネルギーミックスが議論の的となっているのでしょうか。それはより長期的な見通しを示すことで企業の投資を促すためです。また気候変動問題に対応するための国際的な枠組みパリ協定において加盟国は2035年頃の温室効果ガスの排出削減目標 NDC を25年2月までに提出する義務があります。2023年11月から12月に開催された第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP28 では35年までに排出量を19年比で 60% 削減する必要があるとの内容が成果文書に盛り込まれました。日本がこれまで基準としてきた13年度比に換算するとおおよそ 66% 削減に相当し、30年度に 46% 削減するとしてきたこれまでの目標とは大きな差があります。 NDC の提出を控え、日本政府は新たな削減目標を定めることを念頭にエネルギー基本計画、エネルギーミックスの検討を進める必要があるとしています。人口減少とともに減ると見込まれていた電力需要は今では半導体工場やデータセンターの新設に伴い増加すると予想されています。第7次基本計画では増える電力需要に対して脱炭素電源で賄うことができるのか、そして脱炭素電源の導入目標をどの程度まで積み増せるかがポイントになります。日本は平地における再エネ導入量が世界3位となっている一方、すでに適地が限られているという課題に直面しています。壁面などに設置可能な次世代型太陽電池ペロブスカイトや浮体式洋上風力の社会実装をいかに早められるか具体化する必要があります。原子力は脱炭素電源として国際社会で再評価されていますが、日本では福島第一原発での事故を教訓に廃炉と既存の発電所の再稼働の進め方、そして新設をするのか否か方向性を示す必要があります。民間投資を促す上で水素アンモニアの利用拡大をどこまで具体化できるかもポイントとなるでしょう。またロシアによるウクライナへの侵攻や中東での軍事衝突によりエネルギーの安全保障をどう確保するかは3年前に比べより大きな課題となっています。地政学リスクの高まりのみならず、最近では為替相場が大きく変動しており、輸入燃料の価格が貿易収支に与える影響も大きくなっています。日本政府は2025年春には新たなエネルギー基本計画を制定予定です。議論の進捗を確認し、私たち一人一人も日本のエネルギー政策を考える年になればと思います。この度は動画をご視聴いただきありがとうございました。